どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス購入していただくと50%オフキャンペーンというのが来ておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、なんとですね、今月ユナイテッド航空のね、マイル購入のキャンペーンっていうのは今月の頭にね、1回来たんですよね。なんですけども、またね、今回来ましたということで、私に来ているね、オファーっていうのは50%オフのね、キャンペーンなんですけども、こちらね、海外のブロガーの方だと最大100%ボーナスマイルにもね、なっているっていう風になりますんで、こちらね、おそらく人によってね、ボーナスマイル数ね、違うのではないのかななんていう風に思うんですけども、またね、1週間ちょっと前ぐらいね、同じような動画を出しておきますので、ちょっとね、今回動画にするか迷ったんですけども、昨日ですね、アラスカ航空のマイルのね、解約もね、ありましたっていう風になりますし、またね、マリオットボムホテルポイント、先日ね、動画にしましたけども、今までですね、ユナイテッド航空のマイルっていうのは、マリオットポイントから交換していくと、6万ポイント一気にね、交換していくと、27,500マイルにね、交換することができましたよね。まあ、それがですね、先日からレートがアップいたしまして、6万ポイントを交換すると3万マイルにね、交換することができるようになりましたということで、まあ、状況もね、日々変わってきているっていうふうになりますんで、まあ、今回もね、この動画ね、ちょっとね、前回の動画見られた方はですね、スルーしていただいて、まあ、気になる方はですね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。期間がですね、2023年の3月20日14時59分日本時間までっていう風になっております。こちら公式サイトね、アメリカ時間になっておりますので、私の方でね、日本時間に変えておりますので、この点はご注意ください。で、今回のキャンペーンの特典ですね、購入していくと最大 100% のボーナス、もしくは最大 50% オフのね、キャンペーンっていう風になります。で、ユナイテッド航空のマイルはですね、購入上限が年間17万5000マイルまでね、購入することができて、マイル付与は最大72時間以内にね、付与されるっていった形になります。で、今回のキャンペーンのね、1マイルの単価ね、見ていきたいなと思うんですけども、今回ね、私に来ているのは 50% オフっていう風になっておりますんで、 50% オフでね、作らせていただくとこういった形になります。今回ね、私に来ているオファーとしては、6万マイル以上購入していただくと 50% オフっていう風にね、なっておりますので、6万マイル購入していただくと、本来ですね、29,100,339円っていう風になるわけなんですけども、まあ、今回ね、50% オフということで、税金込みの金額ですね、156,595円っていった形になります。これね、1マイルの単価だと、1マイルね、2.6円っていう風になるんですよね。で、前回ね、こちらの 100% ボーナスのね、時に計算した感じだと、1マイルね、2.4円っていう風になりますんで、これね、どうなんですかね。50% オフより多分ね、100% ボーナスマイルの方がね、おそらく1マイルの単価ね、少ないのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあ、100% ボーナスマイルね、来ている方であれば、まあ、2.4円なんでね、まあ、ちょっと微妙なラインだと思うんですけども、まあ、国際線とかね、利用する予定がある方であればですね、まあ、いいのかなっていうところですけども、現金決済価格とですね、まあどのぐらい差があるのかね、見て、まあ購入していただくのがね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ユナイテッド航空のマイルの基本情報をですね、おさらいしておきましょう。ユナイテッド航空のね、マイルはですね、こういった形になりまして、片道発券からできますし、誰にでもね、発券することができます。誰にでも発券できるっていう点がね、非常に使いやすいっていう風になっておりまして、友達とかね、誘って発券してね、利用していただくなんてこともできます。で、ユナイテッド航空のマイルはね、有効期限がありません。ですので、失効するっていうことはですね、ないっていう風になりますんで、この点もね、非常に強いですよね。また国際線の燃油サーチャージがね、かからないっていう風になりますんで、東京からね、北米路線利用したとしても3万6千マイルぐらいでね、エコノミークラスから発券できるんですけれども、初期用はですね、本当に6ドルとか8ドルとかね、まあ、そのぐらいでね、利用することができるっていう風になりますんで、今ね、ANA マイルで ANA、JAL マイルで JAL とかね、発券すると、燃油サーチャージね、片道で今5万円ぐらいね、取られると思うんですけども、
ユナイテッド航空のマイレージプラスであれば、必要マイル数はちょっと多いんですけども、初期費用はね、1000円ぐらいでね、発券することができます。またね、おすすめ路線は、ANA のね、国内線もユナイテッド航空のマイルはね、発券することができるっていう風になりまして、距離にしてね、800マイル区間に関しては、羽田から伊丹、福岡、札幌、ここはね、5500マイルっていう風になりまして、伊丹だと、福岡、札幌、沖縄、すべてね、こちら5500マイルでね、利用することができるっていう風になりますんで、伊丹空港がね、メインで利用されている方は、このユナイテッド航空っていうのはね、非常におすすめっていた形になります。で、ユナイテッド航空はですね、2023年の1月1日よりですね、変更キャンセルが無料になりました。こちらね、非常に利用しやすくなりましたよね。以前はね、普通にね、キャンセル料金とか変更する場合ね、お金がかかってたわけなんですけども、コロナ対応でね、無料になりまして、その後ですね、完全無料にね、1月1日からね、なりましたっていう風になりますんで、このね、変更キャンセルが無料で利用できるようになったのはですね、かなりね、強いですよね。で、ユナイテッド航空のね、マイルはですね、ANA のね、特典航空券を発券することができるんですよね。で、これ発券する際にですね、一応ね、こちらの動画解説出しておりますので、まあ、こちら見ていただくとですね、ANA のアプリとかにもね、表示させることができるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ参考にしてください。またね、エクスカーショニストパークっていうね、非常にお得なね、まあ、裏技みたいなのがね、まあ、裏技で、公式サイトに載ってるんで、裏技ではないんですけども、まあ、非常にお得なね、利用方法もね、解説出しておりますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。このエクスカーショニストパークっていうのはね、かなり上級者向けっていう風になっておりますんで、まあ、普通に利用できる方はね、なかなか少ないと思うんですけども、もしね、機会がある方はぜひね、利用してみてください。またね、長距離路線のビジネスクラスね、利用されたいから、東京から北米路線のビジネスクラスね。まあ、こういった路線はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに関しては、なかなかね、厳しいと思います。一応ね、8万8000マイルで、1年間ね、探せば、まあ、出てくると思うんですけども、なかなか出てこないっていう風になりますし、またね、この8万8000マイル以上だとね、17万マイルとかね、結構、必要マイル数ね、多くなってきますので、まあ、ビジネスクラスに関してはですね、なかなかね、頑張って探せば見つかると思うんですけども、かなりね、予定の融通が効く方じゃないとね、厳しいのかなと思います。またね、ユナイテッド航空はですね、今までね、ほとんど成田から、まあ、出発、到着がね、多かったわけなんですけども、今ね、羽田線を非常に増やしておりまして、東京からね、ニューヨーク路線、こちらもね、羽田路線ができまして、またね、2023年の3月25日よりですね、ロサンゼルス便とワシントン便、こちらもですね、羽田空港から新規就航するっていう風になりますんで、羽田からね、利用することができるっていうのはね、本当にいいですよね。アメリカ本土ね、利用されたい方は、ユナイテッド航空のマイルはね、かなりね、おすすめっていった形になります。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイルのね、購入キャンペーンね、解説させていただいたわけなんですけども、先日のね、アラスカ航空のマイル、解約がね、ありましたよね。本当にね、こちらが衝撃的でしたよね。まあ来るんだろうなっていつか思ってたわけなんですけども、まあこれが実際に来るとね、やっぱりガツンと来ますよね。まあユナイテッド航空もですね、まあ今のところね、解約の話はね、最近全然聞かないので、まあ大丈夫なのではないのかななんていうふうに思ってはいるんですけども、このね、外資系の航空会社っていうのは、まあサイレントでね、解約全然入れてきますので、いつ何時ね、調べてみたら必要マイル数上がってたみたいなね、まあそんなこともありますので、マイルはね、持ちすぎないっていうことは、まあ覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。できるだけね、使い切れる分をね、まあ持っておくとですね、まあリスク管理もなるかな、なんていうふうに思いますので、まあこの点はね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、いててててなんかね、肩壊しちゃったみたいなんですよ。すいません。手が触れなくて。それではまたです。